チン大統領とジョンウン氏、イランを交え核で結託？北朝鮮の志願兵10万人をウクライナ派遣か？日本は先陣を切って武器輸出批判を。指揮者。ウクライナ侵攻で消耗が激しいロシアに、北朝鮮がロケット弾や砲弾計数百万発を提供する手続きを行っていると米国防総省が発表した。北朝鮮が10万人規模の志願兵をウクライナに派遣するとの情報もある。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記は親密で、核兵器で周辺国を威嚇する手法も共通している。核や武器供与について両国と関係の深いイランを交えた悪の連携が加速するのか。輸出規制や制裁の影響もあり、ロシアが深刻な供給不足に苦しんでいることを示している。米国務省のパテル副報道官は6日の記者会見でこう指摘し、ロシアが北朝鮮から調達を増やすとみられると述べた。ウクライナ軍は欧米の軍事支援を受けて東部や南部で反撃を継続、ロシアの支配地域の奪還を進めている。西側諸国から厳しい経済制裁を受けたロシアが頼るのは北朝鮮だ。米ウォールストリートジャーナルなどによると、北朝鮮のシン・ホンチョル駐ロシア大使は8月、ロシア国営タス通信に、共通の脅威である米国に対抗するために北朝鮮とロシアの協力を深めていくと語ったという。ジョンウン氏は6月12日のロシアの日に合わせ、プーチン大統領に両国の戦略・戦術的協力がさらに緊密になると確信すると祝電を送ったが、現在も良好な関係にあるようだ。評論家でジャーナリストの牛尾雅人氏は、北朝鮮はかつてロシア側から支援を受け、互換性の高い武器を多く所持している。弾薬不足のロシアにとって一刻も早く取引したい相手だと指摘する。ロシアが頼るもう一つの国がイランだ。すでにイラン製ドローン、無人航空機がウクライナの前線に投入されている。米財務省はドローンの運搬や人員の手配を行ったイラン企業4社などを制裁対象とした。軍事ジャーナリストの世良光弘氏は、半導体不足などを背景にロシアの武器不足は深刻だ。関係の近い中国は国際的な影響力が強いため、現状は軍事支援に慎重だ。そこで同じく国際的な制裁を受けるイランや北朝鮮が積極的な軍事支援に動いていると解説する。また米紙ニューヨークポストによると、ロシア国営放送のチャンネル1でロシアの国防専門家が10万人の北朝鮮の志願兵が紛争に参加する用意があるとの報告があると発言したという。ロシアのマツェゴラ駐北朝鮮大使は、ウクライナ東部ドンバス地域について破壊された施設の復旧作業で北朝鮮の建設労働者が重要な役割を担えると述べた。米大手シンクタンクヘリテージ財団のクリングナー上級研究員は8月に公表した報告書で、北朝鮮によるロシアへの軍事支援は2006年に可決された国連安保理決議1718にも違反するとの見解を示した。決議では北朝鮮が戦車、大砲、ミサイルなどの重火器を輸出することを禁止し、国連加盟国にその移転防止を求めている。ロシアは安保理の常任理事国でありながら自ら決議破りに出ていることになる。前述の世良氏は、北朝鮮はロシアに人員を派遣することで外貨を稼ぎたい。労働力を皮切りに武器の売買や事実上の傭兵としての志願兵の派遣も時間の問題だろうとの見方を示す。ロシアはウクライナで核兵器の使用に踏み切るとの懸念がくすぶる。北朝鮮は核兵器の使用条件などを定めた法令を採択。ジョンウン氏は
絶対に核を放棄できないと述べた。イランの核開発には北朝鮮が技術供与しているとも指摘が根強い。ロシアや北朝鮮と日本海を挟んで向き合う日本も人事ではない。前述の牛尾氏は、国連安保理の非常任理事国である日本は制裁決議に違反する北朝鮮の武器の輸出について先陣を切って批判する立場にある。岸田文雄政権がどこまで具体的な動きに出るかわからないが、声を上げれば米国や英国は賛同する見込みが高く、西側諸国で一致してロシアの武器補給に圧力をかける機運が高まるだろうと指摘した。アメリカの当局者は5日、ウクライナへの侵攻を続けるロシアが北朝鮮から武器を購入せざるを得なくなっているとの見方を示した。西側諸国の制裁によりロシアの軍用品などの供給能力が低下しているためだとしている。米当局者はロシア政府がウクライナで使用するための数百万発のロケット弾や砲弾を北朝鮮政府から調達しようとしているとした。また戦争が長引くにつれ、ロシアは北朝鮮の武器を追加購入しなければならなくなる可能性があるとした。北朝鮮からの武器の購入はロシア軍の深刻な供給不足の表れだと米当局者は付け加えた。この米当局者の見解は5日に米紙ニューヨークタイムズが最初に報じた。ウクライナ国防省はこの報道について、ソ連の武器が可能性を使い果たしたことを示すものだとロシアを嘲笑するツイートをした。同省はウクライナが北大西洋条約機構 NATO 基準へと切り替えている一方で、ロシアは北朝鮮の基準へと向かっていると主張。それは武器、政治、生活水準のすべてにおいてだとした。北朝鮮の金正恩政権はウクライナ侵攻の責任はアメリカにあるとしている。先月にはロシアとの同志的友情を深めていくとした。北朝鮮国営メディアによると、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は北朝鮮との包括的かつ建設的な二国間関係を拡大すると約束した。フィンランドに拠点を置くシンクタンクエネルギークリーンエア研究センタークレアによると、西側の広範な経済制裁はロシアのエネルギー輸出による収入にほとんどダメージを与えていない。同シンクタンクによると、ロシアは侵攻開始からの6ヶ月間で価格が高騰した化石燃料の輸出で1580億ユーロ、約22億4000万円の収入を得た。その半分以上は欧州連合 EU への輸出分だったという。しかしアメリカは西側による輸出規制と制裁がロシア軍に影響を及ぼしていると考えている。ロシアがイラン製ドローン使用か。米政府関係者は先週、米メディアに対しイラン製のドローンの初回出荷分がロシアに到着したと話した。米情報機関はロシア人操縦者がイランに渡り、マハジェル6ドローンとシャヘドドローンに関する訓練を受けたと見ている。ただ最近では納品後に多くのドローンが機械的な問題や技術的な問題に見舞われていると記者団に語っている。イランは公式に紛争の当事者であるロシアとウクライナのいずれにも武器は提供しないとしている。しかしジェイク・サリバン米大統領補佐官国家安全保障問題担当は7月、イラン政府がロシアへの支援を計画していると指摘。戦闘能力を持つものを含むドローン数百機を提供する可能性があるとした。米国防当局は6日、ロシアが重大な戦闘損失に直面し、戦場でのドローンの供給を維持するのに苦労していると指摘した。